ぜひともいい試合を見せてもらいたいと思います。60分1本勝負。さあ試合が始まりました。しかし御堂様シェリーというのもね、顔はいかにも綺麗でね、なんとか私たちは応援したくなるタイプの選手ではあるんですけども、しかし案外やることはですね、汚いと言いますかね、徹底的な反則攻撃なんかもやりますんでね、ライオネスアスカとしても決して油断はできません。今日はアスカなんかは三宅くん、どんな感じでしたか？いや、とにかくね、日本代表と言いますかね、はい、全日本女子プロレスの代表ということですからね、そういう気持ちがやはり一番大きいみたいですね。なるほど。で、ちぐさをね、コテンパンに乗せたことがありますか、このメドゥーサミッシー。そうそうそう、その敵討ちも ね、しなきゃいけないというふうに言ってましたですね。いきなりね、ジャーマンを見せましたね。思えば長与千種選手がね、得意中の得意でした。ジャーマンスープレックスを見せました。そして一気に今飛ぶのか、今ね、ライオネスアスカどうか、今若手の選手がね、こちらの方でね、構えてます、メドゥーサミッシー。ライオネスアスカ今飛んでいきましたが、しかしこれはね、自爆です。今ちょうど、ね、そうでしょ、こちらの放送機の目の前なんですが、しかしね、なんとか若手がね、下で受け止めましたので、そうですか、事なきを得ました。今ね、リング外に落ちたメドゥーサミッシェルに対しましてライオネスアスカ飛ぼうとしたんですけども、はい、若手が生地捕まえない方が良かったんじゃないのかな。どうでしょうね。さあライオネスアスカちょっと自爆いたしました。改めてリング内に登場してまいります。解説の阿部さん、この試合ですけども阿部さんはどういう風にご覧になりますか？そうですね、まあアスカに先ほど試合やったね、スパナ的な不利がありますからね、はいはい、この辺をどう克服してやるかというところじゃないですか。なるほど。さあしかしメドゥーサミッシェリーの今パンチが入りました。そして今度はどうか、ダブルアームスープレックスの体勢ちょっと引っかかった。トライオネスアスカ、コッポーサッポーだ、強烈なキックが入りました。それにしましてもいかにもファッショナブルな感じがいたします。メドゥーサミッシェリーであります。日本には今年の正月に宮君来たんですよね。そうですね、1月の最初のシリーズから、ね、はい、参加しまして、そうでしたね、いきなり長与千種と当たって長与に勝ったわけですね、はい、ですからライオネスアスカとしては引退した長与千種選手にね、代わって今日はどうしてもこのメドゥーサミッシェリーを破っておきたいところであります。この試合は60分1本勝負。ジャガーさんはこのライオネスアスカ選手にね、今日はどんなねレスリングを期待するかというところですが、そうですね、やっぱり相手もチャンピオンなんでね、今日見たねどの外人よりもやっぱり身を抜いてねうまい方だと思うんですけど、相手怪我してますからね、アスカ楽なんじゃないんですかね、勝ってくれるんじゃないでしょうかね。膝ですか？
膝をちょっと怪我してですね、ちょっとなんてもんじゃないんじゃないですか。あ、そうですか、ギブスのように固めてますからね、あれはかなりあの見た感じは相当、動きづらいはずですよ。あれは多分人体の代わりにしてるから、動きづらいはずですけどね。あー、なるほど、塩野さん、こんなね声が出てますね。メドゥーサミステリーですか。メドゥーサミステリーのあの膝のサポーターですね、左のね、ジャガーさんによると、はいはい、あれは人体の代わり、ということは相当重い、重いっていうか多分あれがなければ外れてしまうんで、なるほど、動きづらいと思うんですけどね。そうですか。いやね、実にファッショナブルな感じで登場してきたんで、左の膝もね、あるいはあのファッションの一つかななんて私は思ってたんですけどもね、分かりませんですね。まさか包帯は巻いてこないでしょうから、さあこの辺りが大きな判定になりますかどうか。それにいたしましても試合開始早々に強烈なキックが入りまして、ミドーサメッシェリーちょっとね規制を下がれた感じもありました。世界統一グローバル王座決定戦であります。ライオネス・アスカとしてはどうしても勝ちたい一戦だ。強烈なドロップキックがカウンターになって入りました。そしてさあバッカために行きました。亀井さん、まあ、あの女子プロレスもね、数多くの、 あの外人選手が、日本のリングマットに来てますけどもね、どうなんでしょうね、やはり日本の今女子プロレスっていうのは世界のレベルから言ってもですね、頂点に立っていると見ていいんじゃありませんか。そうですね、和田のバラエティーさんなんかね、はい、こう考えてみるとやっぱり相当豊富ですね。そうでしょうね、まあ、かつてはあのレーラー会なんかね来た時にはあの日本の選手がもう殺されるんじゃないかと思ってびっくりしたこともありましたですけども、今日はですね、たとえ体の大きなですね、あのビッグバットママが来ても、あるいはあのザ・リースティンが来てもですね、そんなに驚くことはありませんよね。そうですね、はい、今そしてアメリカではもうこの今戦っているミドーサ・メッシリーがまさに女子プロレスの頂点に立っている選手と聞いております。まあ、しかしこの人はこれほどの美人です。いいスタイルをしております。したがって芸能界でも映画界からも数多くの声がかかっているようでありまして、今日はそのスケジュールを一つ割いて日本にやってきたと聞いております。そしてこの世界統一グローバル王座決定戦、花を添えておりますのが元 AWA の世界チャンピオンニック・ポック・ウィンクルであります。まだあのシャツの下のですね熱い胸板なんかね、そのまま現役レスラーとして通用しそうな風格があります、貫禄があります。さあライオネス・アスカ、ちょっと相手を誘うような感じです。おっと、やはり足を狙ってましたね。ああ、そして場外に今引きずり出しましたライオネス・アスカ。これは作戦満々成功であります。そして向こう側フェンスに叩きつけましたか、はい、こちらでフェンス叩きつけましてね、今すぐ戻りますね、はい、アスカね、あ、なるほど、やはりねちょっと足をね、引きずってますね。あ、そうですか。ちょうど今放送席の目の前ですが、なるほど、やはり左足は相当きつそうですね。ジャガーの指摘通りですか、はい、あ、うん、しかしねそういったハンデキャップはお首にも出しません。闘志を顔面にみなぎらしておりますミドーサメッシェリー。しかし足が痛んじゃどうでしょうかね。今従事しているライオネス・アスカ、特に長与千種が引退いたしました。これからの全日本女子プロレスのリングはこの長与千種に代わりましてライオネス・アスカが引っ張っていかなくてはなりません。まさに全日本女子プロレスの頂点に立っております。そしてこの一戦をものにいたしまして、文字通り世界の頂点に立とうというライオネス・アスカであります。強烈なキックが入っております。おそらくこういったキックは身に受けたことがないでしょう。ミドーサメッシェリー、しかし完全として反撃。さあブレンバスターの体勢だ。お互いにブレンバスターを掛け合おうとしております。満員の12,500人、多くのファンを集めました横浜アリーナ。世界統一グローバル王座決定戦60分日本勝負が戦われております。しかし2人の一打が今場外に落ちたときに初めてあのちょっと引きずってましたでしょ、相当悪いということになりますと、あまり時間がかかっちゃこれミドーサメッシリーとしては不利になりますね。そうですね、狙っているのは短期決戦でしょうか。しかし先手先手を取っているのはライオネス・アスカであります。とどめを刺そうという感じでしたが、さあ一瞬の隙を突きましたミドーサメッシリー。
いろんな反則技を持っております。あっと強烈なパンチ攻撃を顔面に浴びせております。さあ今ちょっと中に割って入りました。レフェリーのビッグボックインクル、今のパンチ攻撃は効いたようであります。そして今度は痛くない方の右足を使いましたキック攻撃であります。今10分経過がつけられております。横浜アリーナ、まあしかし足は痛いということはありますけども、御堂サメシリーもなかなかよくかかっております。バックを取りましたライオネスアスカ。さあこのまま一気にジャーマンに持っていきますかどうか。おーっと横に払うようにいたしまして倒しました。ちょっとグランド技が多くなっております。やはりこの辺りはメドーサメッシェリーのペースなんでしょうか。金髪が雨にちょっと汗に濡れてまいりました。せっかくあのファッショナブルな、ね、ヘアスタイルだったんですけども、そちらの方ではね、ジャガーなんかのこの試合どういう風に見てるかちょっと聞いてもらえますか。そうですね、はい、そうですね、やっぱりあのメディウサの方がね、膝が悪いせいで体が硬いんでとてもアスカがやりづらそうにしてるなと思って見てるんですけどね。ああそうですか、なかなか技もかけづらいし。そうですね、さあ逆に振りました、うん、おー、とんでもコップが出た強烈なキックが入りました。この迫力にはさすがのメドウサメシェリーも負けているようであります。あーちょっとね、今日のアスカのキックはすごいですね。すごいですね、はい、そしてまたバックを取った。さあどうか大技は炸裂するか。一気に決めてみたいところ、ライオネスアスカ。あーっといったーっと、しかし押しつぶされてしまいました。今のはジャーマンに行こうとしたんでしょうか。ライオネスアスカ、あーカウントが入った、カウント2であります。ちょっとゆっくりした感じのレフリーであります。元 AWA のチャンピオン、大変な選手でありますニックボックウィンク、今日はレフリーとしてリング上に上がっております。まあアメリカのあの工業形態なんかは日本みたいにあの女子プロ単独でやるってことはありませんから、大体あの男子プロレスの中に女子プロが入るんですよね。そうですね、はい、それをそんな多いですね、しかしこの元世界チャンピオンも女子プロレスのレフリーをやるっていうのはそんなに経験がないでしょう。初めてなんてありませんかと思います ね、ですからややね戸惑ったような、そんなジェスチャーも随所に見られております。今ジャーマンを失敗してちょっとあの顔面をしたたかに打ちましたですね。そうですね、メドウさん の体重が全部のしかかった感じになりますね。そうなんですね、まああのあれを食ってたんじゃ、あるいはカウント3を喫したかも分かりません。必死になってこれを跳ねのけましたメドウサメシリーであります。ライオネスアスカ、今三宅君の前あたりですか、ちょうど前ですがね、相当ね何かこの今の失敗がね、はい、ムカついてると言いますかね。そうでしょうね、はい、あ
ちょっとね、狂気持ってます、ね、こちら側からちょうど見ます、ね、あーっと狂気です、狂気です、どうもね、隠し持っておりました、狂気が出ました。さっきから獄門島の面々がうろうろしてると思ったんですよ。そうでしょう、狂気を犯しましたですね。そして今度は強烈なパンチ攻撃を浴びせました。狂気攻撃と反則攻撃であります。これはライオネス・アースカたまりません。隠し持った狂気を送りました。これに対しましては元 AWA の世界チャンピオン強烈に注意を与えております。あったった、ちょっとあレフリーにね蹴りを入れましたですね。こんなことをしちゃどうしようもありません。あ、そしてね今カメラマンにツボをかけましたよ。やりますでしょうこの人はね、なかなか気性が激しいものを持っております。さすがのライオネス・アスカもね、ちょっとミッシェリーのね強気攻撃、そしてご覧のようなパンチ攻撃の前に額から出血であります。とうとう流血であります。ライオネス・アスカ額を割ってしまいました。さあ今度はファンがたまりません。ファンが怒っております。左膝が相当の重傷であります。したがってまともにいったんじゃ今絶好調のライオネス・アスカの敵ではありません。したがって狂気を持ち出しました。やはり獄門島の助けがあったようであります。石山さん、はい、あとやっぱりね後頭部をね押さえてる時もねあるんですよね。あ、そうさっきのあれね、失敗もね、なるほどね、響いてるんじゃないかな。ジャーマンの失敗がね、そうでしょうね。さっきの頭ばかり攻められてますからね。あ、何か朦朧としてますでしょ。はい、はい、しかも強烈なパンチね。ちょっとジャガーさんに聞いてみたいと思います。はいはい、どうですか今の状態アスカの。そうですね、やっぱりジャマンの失敗っていうよりか相手が暴れてね、会場全体中頭にかけたわけですから、逆に自分が食らったような状態になってますからね、あれを引いてるんじゃないかなと思いますけどね。よくね自分が何やってるかわからないような状態になることありますね、レスラーがね。どうですか今の状態、まだアスカはそこまで行ってないですかね。多分こう強くってぼーっとしてる感じでは、ちょっと脳震盪のような、ちょっと本当におかしくなったな阿部さん。確かにライオネス・アスカのちょっとおかしいですよ。自分もパンチを入れてるんですけどもフラフラしております。さあ今度はしかし強烈なパンチ2発目入りました。そして髪の毛を掴んだ3発目入りました。とどめを刺すような強烈な一発でした。さあそして今度はキックか。やはりアスカのキックには相当の恐怖感を持っているようであります。顔面に強烈なパンチのお返しだ。さあライオネス・アスカ強烈、完全にもうニュートラルコーナーに詰まった感じ。阿部さん、これはボクシングの試合ですよ、ね、そうですね、もう喧嘩ファイトですね。レスリングというよりもね真っ向喧嘩ファイトが展開されておりますリング上。今度はミッシェリーの反撃であります。二度収めシリーも負けておりません。お互いにね火花を散らしている闘志リング上に炸裂いたしまして壮烈な死闘を展開しております。さあ上からいった、危ない。ライオネス・アスカなんかも朦朧としております。今なんかカウント3どちらかというと遅いカウントなんですけども、それでも今 2.5 から 2.8 ありました。さあ危なかったライオネス・アスカ、ワンカウントが入るか。1つ2つやーっとまた入りそうだ。危うしライオネス・アスカ、おーっと今度はどうしたか。あれまさかと思われますか。ニック・ポップ・インクル今ね押し倒しましたよミッシェリーを。どうしたんですか。あれはね、ミッシェリーがね逆にニックをね、はい、押したんですよ、ね、あそうやっぱレフリーに対してああいうことしちゃいけないってことだね。なるほどなるほど、やはりアメリカのレフリーっていうのは日本のレフリー特に安倍首相なんか見てますよね。いかにも厳正ですよ夏くんね。そうですね、はい、さあスリーパーホールドがガッツリと入りました。ちょっと顔面が蒼白になりました。さあミッシェリー大ピンチであります。渾身の力を込めました。スリーパーホールドががっちりと決まっております。体勢が低くなりました。あーっと押し倒すような感じ、まだ入っている。さあギブアップか、ギブアップか、これは苦しくなりました。うん、どうでしょうか。覗き込むようにしております。レフリーが覗き込んでおりますが、なんとかこのピンチを脱しました。
そしてさあジャイアンツスイングの体勢に入りました。18番中の18番ジャイアンツスイングが出ました。ファンが声を揃えております。あーっと加速度がついた強烈なジャイアンツスイングであります。さあどうか、フラフラしながら抑え込みに行った。カウントがうーんとカウント2であります。ブリッジすごい、まだ投資があります。ミッシェリーです。試合時間20分、20分経過が場内に告げられております。マリンの横浜アリーナ、世界統一戦でありますグローバル王座決定戦、60分一本勝負。まあしかし左膝をですね痛めながら、このミッシェリーという人も相当に安倍さんスタミナはありそうですね。ありますね、ちょっと猛攻に耐えてますからね。はい、スリーパーホールドなんかもがっちりと入ってましてね、もう顔面真っ赤になっておりますが、よく耐えております。さあなんとかロープに足を持っていこうというところ、どうかロープにかかるか。なかなか気性が激しい人ですから、おそらくあのギブアップはしないでしょう安倍さん。思いますけどね、どうでしょうか。今足がかかりました。ロープレークを命じております。ミッポックインクル、そして今度はパンチだ。今日はこういったパンチの応酬があります。さあダイオネスアスカ対角線に持っていきます。そしておーっとラリアート空振りだ。そうバックを取った、これはピンチだ。ジャーマンどうか、あーこれもちょっと途中で潰れた。しかしあーっと肩襟の体勢危なかった。危うしライオネスアースカ、さあまだ髪の毛を持っております。そしてボディースラム入った、強烈なボディースラム、また肩襟の体勢になった。決まるか、カウント、カウント 2.5。 最後のあの抑え込みに行く体勢が実にいい。そしてさあランドオフに上がっているダイオネスアスカどうするか、あーっと両チンドロップの体勢でありますが、今うまく足を使えませんでした。まだ肩襟に持っていく。しかしこのカウント 2.5、 やはり左の膝を十分に使えません。ミステリーとしては苦しい攻撃が続いております。そしてまた行くか、今度はどうするか。ボディースラムで体勢を作ってまた上から行く。しかしこれではちょっと無理か、これでは無理であります。攻めて攻めて攻めております。ライオネスアスカもね、しかしいつものアスカではありません。やはり朦朧とした雰囲気、左の膝を大きく痛めながら、しかし攻めて攻めて攻めまくっている。メドウサミッシェリーであります。おっと回転蹴りが冷め、これは無駄、これは無理であります。そして今度はライオネスアスカが一回転した、このまま決めるか、カウント3が入った。逆転であります。プレーに決まりました。見た、ああやって綺麗なムーンサルトプレスでした。いいですか、こうやって飛ぶんですよ。逆さまになって落っこちるんですよ。あんだけ太ってもできるっていうことはさすがにスーパーレスラーですね。そして恐怖の人間ジェットコースターを持ってますから、彼女の場合は武器として。しかしですね、彼女を消耗させたのは今回のですね流血のためもありましたし、彼女のラップライトのせいでもあります。しかし今右手が上がりました。ダイオネスアスカでやります。何かジャガー、はい、やはりあのジャガーが最初に指摘した通り、メドーサ・メッシェリーとしては左の膝の故障が意外に大きかったようですね。そうですね、あの膝が使えないですからね、大技、いつもは意外と大技でねつなげるような選手なんですけど、そうそう大技ができないですからね、踏ん張れないから、これが十分にね、通用しませんでしたもんね。使ったかもしれませんね。はい、戦い終わりました。世界統一グローバル王座決定戦、ライオネスアスカとしては絶対に負けたくない一戦でした。今メドーサメッシェリーがマイクを手にしております。今日は十分じゃなかったんでしょう。 One more challenge。 アスカ、メドーサ、 One more challenge in Japan。 もう一回来てあのやるって言ってるんでしょうね。はい、もう一回やりたいと、やはりあの自分では十分じゃなかった、そういった試合を振り返ってきっと内心悔しい思いをしているんでしょう。しかしアメリカからやってまいりました、現在全米ナンバーワンと言われておりますメドーサ・メッシェリーを破りました。
敗れた後はね、実にあの気持ちよく握手に応じておりますミッシリーであります。あ、今のライオネス・アスカにですね、ニッコク・インプルがね、ミドソ・メッシリーからもう一回あのチャンスを与えてもらいたいと、もう一回来てやると、こういったあの挑戦がありましたので確認しているようですね。そしてライオネス・アスカももちろん受けて立つと、こういうことになりました。したがって上田晋司コミッショナーからもう一回日本のリングで、あるいはアメリカのリングで、この辺りははっきり分かりませんが、再戦があることが今ファンに告げられております。何はともあれ60分日本勝負、世界統一グローバル王座決定戦、ライオネス・アスカがメドーサ・メッシリーを破りました。
本家はファイブレスパー、ファイブレスパカウント ユリュウさんも一緒肩ついてる。上げないとダメダメだ。本当にだ。メデューサ選手の後方を変えているようなので、メデューサ選手も両肩がついておりましたので、両者ダブルフォールで両選手失格ということになります。
Yeah!
Thank you.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 